東京に来てちょっと間もなくて、去年まであのねぶたがあった下北半島におりましたので、ちょっと鉛が抜けてないんですけど、このまま始めたいと思います。開催に先立ちまして、ご来賓の方からご挨拶をいただきたいと思います。桜祭り実行委員長の吉田様からお願いします。